ガヤガヤは塩釜を散策します。気になる道を発見しました。わあ、生姜楼。この石碑には絶えなるや波の花見る法蓮寺と書いてるそうです。達筆すぎて読めないけど、この近くまで海が迫っていたってことを伝えているみたいですね。この奥も道になっているようですね。これより先立ち入り禁止になってますが、この奥に先ほど看板があった生姜楼があります。建てられたのは江戸時代中期、明治天皇も泊まられたりしたんですって。今は市の文化財に指定されている建物なんですって。生姜楼の由来、ここからの眺望は絵にも勝るの意味とされているんだって。宮城に住んでいても知らないことがたくさんあります。宮城再発見の旅でございました。